石川県立大正寺高等学校は石川県加賀市大正寺江町にある県立の高等学校。地元加賀市などでの通称、成功。北前選手の寄付により1911年に地域の女子中等教育を担うべく、江沼軍立実家高等女学校として創立された。その後、加賀江沼の地に中学校をとの設置運動が起こり、 1923年には男子の通う石川県立大正寺中学校が創立された。高校、大学進学が一般化する前の時代には地域の核を担う人材育成が行われる場という認識が持たれており、N 馬大学の愛称もあった。スーパーイングリッシュランゲージハイスクールに指定されている。設置学科は普通科のみだが、普通コース、人文国際コース。 国際文化コースに分かれる。普通コース、国際文化コースは入試の段階から別枠の募集となるが、閉願も可能である。平成28年度より普通コース内に特進クラスが設けられた。かつては総合成高校として、商業、家庭、定時制と定時制の分校が設置されていた。校舎は加賀市大正寺の中心部にある。大正寺は、 加賀藩の師範大正寺藩の城下町であった。その地縁から旧藩の列紙であった前田市尺邸敷地を高等女学校校舎用及びいずれ創立されるであろう中学校用に寄付された。敷地内の佐田氏案はその前田家の茶室であり、現在の校舎敷地に移築し保存しているものである。現在の校門は創立80周年記念に、 同窓会から寄付されたもので、大正寺班をイメージしている。屋根瓦には、高等女学校、中学校、現在の大正寺高等学校の交渉が刻まれている。校歌の作詞者は、折口忍。折口は、前身の大正寺高等女学校の校歌の作詞も手がける。石川県立大正寺高等女学校石川県立大正寺。 中学校石川県立大正寺高等学校自主、自立の精神を堅持し、自他の生命と個性とを尊び、気品と活力のある創造性豊かな人間の育成を期す。スポーツは全般的に盛んであるが、人口減少傾向の顕著な県内の西南端地域にある県立校という条件から、毎年有力選手が入学してくる環境にないため、 地域の人々や一般生徒の注目を浴びやすい野球部などは継続的に高成績を残すのは難しい状況である。野球部は春、夏とも甲子園出場経験はないが、1956年の夏の大会石川県予選の決勝で金沢泉ヶ丘高校を破って優勝したことがある。この時代は一県一代表ではなく、 北陸地区予選で敗退試甲支援への夢を絶たれている。陸上、体操、テニス、山岳、弓道部は、北信越大会、個人があるいは団体での高校総体、国体出場など安定した高い実績を継続的に残しており、近年は、少林寺憲法、トランポリンも目覚ましい活躍を見せている。弓道部は、石川県内で最も長い伝統を持つ。 県内の弓道部は小笠原流が圧倒的多数であるが、本校は日置流印材派に所属している。2011年に県内初の女子サッカー部が新設された。吹奏楽 ESS が特に盛んであり、活発な活動及び好成績を継続的に残している。他に美術部、報道部、演劇部、文芸部も地道な活動を行っており、 個人活動の範囲であるが、近年、囲碁全国大会出場の女子生徒を数名、輩出した。中堅新学校として、宮廷大、金沢大学や、その他国立大、総計、赤々機動立投資大にも合格者を輩出している。ありがとうございます。